ちょっとラマさん何してんすか。え、ラマさん何言って。僕のイタじゃないですか。いや、ダメ、僕のイタじゃないですか。ラマさん、いや、もう俺、私、これ乗るから。今日これ、今日これ乗るから。これ打っちゃう。え、これやばいね、これで、僕もお前ついてるじゃん、あんた何しちゃってる。乗るよ、これ、私たちどうなるでしょう。やばい、これやばい。これレビューしまくろ。ドレビュー、もう競合相手の板をレビューしてみた。ガチレビュー。そしてカメラ撮ってる人、これ贅沢すぎない。これ全然いいの。そう、カメラピロッとやってみて。あ、すいません。安心、やばい。じゃあ行っちゃう？行っちゃいましょう。今回なんとレオさんにカメラマンをしてもらう。だから任せてください。いいの？だから高橋レオ考察がもしかしたらコメントで入ってるかも。あのカメラの声が作ってる人たちだからね。板みんな。いいのそれ？ラマさんの板、レオさんの板、で井口の板、もう全員板作ってんの。もう撮りながらあーうーんみたいになっちゃうかもしれない。いや、もうさっきイジイジしてる段階で二人ともあーってあーって言い過ぎ。すげえブツブツ言ってる。ブツブツ言い過ぎ。いや、すごいね。もうなんかね、勉強になる。一つ作ってる板とか、いや、マジなります、うん、何考えてるか分かりますよね。うん、いや、その人がすごい出ちゃう形に、うん、これ多分ね、ムカつくのはこれの影響を受けそう。もう今すでにこれの影響を受けそうで、もうやめろやめろって、染まるな染まるなって言ってる。私それ僕も全く同じなんだった。で、ヒーってなっちゃうの。抑えてる。怒り神事みたいにブツブツここで逃げてから逃げて染まるな染まるなって染まるなって言ってる。じゃあ早速インプレッションしていきましょう。もう頑張ってついてくんで、お願いします。やばいよ。どうした？だよこれ。今のところあのなんか具体的なこと言わないで、あーとかおーしか言ってないですよ。あーかおー以外言ってないですけど。あー、確信に変わるのは滑ってからなんだけどね。バカ野郎、同じじゃねえかよ。だから言ったじゃないですか、取り付く先は同じ板だって。何こっち乗ってこっち乗ったら上達するし、こっち乗ってこっち乗っても上達する。やばいわ。乗れるところめちゃくちゃ広い。めちゃ広いわ。それ、初位置で気づくの怖い。もうどの位置もすげえコントロールできるよ。太陽圏でぶっ飛ぶの分かるっすよ。やばい。興奮してるうちに私喋る。まずね、はい、テールの乗れる幅が普通こんな柔らかくて狭いんだよ。狭いの。ホワイトベースぐらい広い。木馬。木馬。どこに雑に行ってもペロってこう止まれて、なおかつこれやばい、ついてるからね。やっぱついてるとかあれなんだけど、逆になんでそんな早く分かっちゃうのって思いながら聞いてる今。すごい極端の性格が極端だから、どこまでもターン合わせたいのは分かるんだけど、なおかつすごいのがタワミのピークをノーズからテールまでいつでもターンの最中にコントロールできるの。これやばい。てかそれ言うと思わなかった。あのこれ見てる人分かんないかもしれないですけど、ターン中にどこを使ってもターンの加速を伝えるようにしてんす。やばい、タワミのピークがコントロールできる板は何ってことしてくれてるんだよ。こりゃ売れるわ。あんたの人気で売れてんじゃないんだからね。これこれがいいわ。これが僕の人気関係ないですよ、この板。これ今僕が死んでもこのメーカーは消えないと思って、10年ぐらいは多分大丈夫だ。いや、すげえもん作ったな。初めて乗ったな私今1本、うん、やば、楽しんでます。これね、今上上がってるじゃないですか。反射面で乗ってほしい。あー、乗りたい。反射面で。反射面で翼生えたら自由になれちゃう。さばいてほしいの。やばいよ。そりゃこんなに瞬発的にターミ作れて、どこでも最小のターミを作れるような板にしたら武空術になるわ。飛んじゃう。
飛んじゃうわ。去年飛んだ板これ急に来ちゃうブワって。このたわみのマニュアル感が出せてる板なかなかないよ。ありがたいです。てか気づくの怖いから、なんかこれ以上言われるとどうやって作ってるのかわかんない。まあそういう板だってことには気づけるけど、まあ、どうやって作ってるのかがわからないから、そこはもうお互い考察するしかないよね。あんまりでも多分カタログ、これでカタログ見たらラマさんは、うん、そういうことねあんたって言って、もう私ね結構スペック値とか気にしないタイプで、うん、フィーリングそうフィーリングでこういう風にしていきましょうって。だからもうアングルもセッティングもほら数字見ないって言ったじゃない、うん、私いやこれは数字見るわ僕逆に今 DR はもう数字全部見て、ね、あじゃあこの乗り方だなっていう感じで乗ったらちゃんとその通り乗れるから面白い板だなと思って乗ってます。唯一なんか勝ってんのはやっぱ進む力だけだね。そう推進力は DR の方がある。もうほぼコンセプトが田中ぶりだから言ったじゃないですか、たどり着くところは同じだよこの板。おーやべえマジで、ダブルアレックスと DR たどり着くところ同じなんだけど、あんた何してくれちゃってんのマジ。道筋が違うだけど、多分ダマさんの DR ってカービング好きな人がさばきとかそういうところにどんどん突っ込んでいってもそうそうそういい板かなと思うんですけど、そうそうそう僕逆です。さばきが好きな人がね、さばきな好きな奴らがなおもろいっすって言えるような板にしてる。あーもうね、だからそこの差ですね。今からダマさんの滑りがっつり撮ってもらってもいいですか。はい、お願いします。疲れてる。ラマさん疲れてる。後で喋るから行っていいよ。じゃあめっちゃ行く。じゃあ僕すでに。じゃあ下のリフトで多分楽しくて。ちょっと今休憩中。ちょっと休憩してる。この板ね。もうこれも。
と喋れない。今ラマさんメインで滑ってるの見ながら僕は話しながらついてたんですけど、あのこれでめちゃくちゃ上手い人を追い取りしたい。あのね、なんだろうな、乗ったことないけど、あるわ。僕乗ったことあるんですよ。ロールすごいっすよ。ロールすごいっすよ。あのね、なんだろうな、ぶっ飛ばしても安定感があるというか、抽選みたいな感じ。浮いてんの。で、ここしんどいんだろうなってところがしんどくない。やっぱカーバーのためのトップスピードに合わせてるから、あこの中でのさばきだから。やばいよ、あのドーピングマジックソールと一緒だわ。あ、商品名言っちゃった。引き出されすぎちゃった。有効エッジのコントロール量が半端なさすぎて、ドライブ系の技とか残してあげてないコントロールが圧倒的にやりやすすぎて、アウトプットの中でもらったもんで使う技の回数が圧倒的に増える。もう怖くない。感謝面めっちゃ面白くない。いやもうあんなライディング久しぶりにでも20代ぐらいなすげえ生き生きしててレイバックでどうしたってぐらい乗ってましたよ。どうしたっていうぐらい板ベロンってなってる。あの360度ターンとかもどうしたっていうぐらい板がしなってて、こんなんなったらここら辺に乗ざるかと思う。ラマさん乗ったらこうなるんだ。やばい、これ分かる人は分かるけど、これ以上のエグザムシステムが乗ってる。エグザムシステム、あの能力を強機械が強制的に引き出すガンダムの中に出てるコンピューターだ。これやっぱ上級者乗るとこうなるんですね。これは危険だわ。なんかこれ以上乗られるとなんかやだ、バレそう。なんかやだ、なんか裸見られてるみたい。ターミのピークをね、ノーズからセンターのテールまで自在に持っていけるし、有効エッジ もう自在に長くしたり短くしたりできるわけだから。だからカーブとか、なんでそれわかんの、なんでそれみんなわかりました、みんな聞いた。あの有効エッジを自在に操作できるようにしてるんだけど、なんでそれがわかんのっていう話なの。そのそういう風にしてるよとも何とも言ってないのに、何自分のツーツーカービングが異常な精度でできる。ポジション動かさなくて、もうこんな操作で。だからここからどこも司令塔として命令を出して動くように言いたかった。バカ野郎、なんてことしてんだよあんた。だからラマさんの板って逆にピッチング量を楽しむみたいな。ここに乗ったらこういう向け。これ垂直剣向きじゃん。そうですよ、これ足元で使う垂直剣超使えんじゃん。足元で指令出せる板にしたかったんです。え、これロングボードも出すの。まだ考えてんだろ。まだちょっと、まだちょっとそれは出すなよ、出すなよ。テクニカルのボードを主にしてるメーカーさんたち、これやばいっすよ。安心してください、 JSBA も SAGA も出れないので。非公式登録してません。やばいよ、だって出たらみんなこれで出ちゃうもん。言いたくない。これの5658とか出して、これで出したら多分みんなこれで出るもん。これでええやんってなっちゃうよ、だって1台で汎用性が高すぎて。フリーライロング、ミドル、ショート、ラントリもさ、トリックもさ、グラトリ全部多分。おいちょっとはこうやって特徴出せよ。自在に何でも可変できるのが最大の特徴だね。そう、有効エッジのターンピークも R もサイドカーブ。そんなレビューしてもらえると思ってないから、ちょっと僕ビビってる今。なんか大丈夫って、そんなにメーカー大丈夫って、そのなんだろう。いやでも一つ私が感じてるのは、はい、これ乗ってからそれ乗ったらこれ、うわバレた、うわやばそうそう、それこれのための妖精麻酔みたいになってるよ。そうそう、お互い様なの。逆にこれ乗ってた僕は、これ乗ったらこのラマさんの板って、板の上のノーズからテールの位置にどこに重心を持っていくかっていうのがすごく勉強になるみたいな。そうやって使わないと動かない、マニュアル車だから、ね、そうマニュアル車で、こっちはめちゃくちゃ高性能なトランスミッションする。ここでね、こうやってこう、何でもThank you.
やっぱ急斜面いいわ。急斜面も見えてきた。やばいわ。ギアがあった。フロントしろって意味も分かったし、重量が多くて慣れない動きが増える。めちゃくちゃ楽しい。そこちょっと今セットフロントしてない？落としてます。むしろ落としてるからもう右足が死んじゃった。攻めすぎだよ。一番落としてる。で、落としても乗れるっていうことをもう僕は一度乗ってカタログも見てちゃんと研究してきたから、これで OK なんだけど、前足が楽しすぎて耐えられない。やばい。やっぱすごいね、気づくんだ。いや、あのねトルクが前にあることに、そう、トルクが前にあるから、だから前足なのよ。あ、指だからこれ、ラモさん前のビンディングどうしてました？前のビンディング？前まで硬くしてました。前のビンディングは前足だけ反応。反応しよう。そう、そう、反応が早くないと疲れちゃうの。疲れちゃう。ビンディングが楽しすぎて、そう、体を支えてくれる硬さ、うん、ある程度保てるとかないと。そう、あのね、どこまでもいけるぞ。もうこの板どこまでもいけるぞ。見たっしょ、さっきのカービングと。で、僕は今回テールが短いんだったら抜きを意識して、抜きやすいセッティングにしてきた。今回前足21度、後ろ足-3度。若干板先走ってたもんね。そう、板が先に飛ぶようにしたの。慣れてるから。そしたら海洋圏コン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 出る。もうバカみたいに出る。それ以上言わないで。いや、これね、買った人おめでとうとしか言えない。もう下手になるよ、乗った人。言っとくけど、井口の人気じゃないからね。こいつがいいんだよ。本当に平間和成の影響力そんなにない。ステマみたいになるのやだな、これなんか。でも、あ、もう他社の褒めてるのあんまりやだな。褒めたくないんだけど。てかさ、ちょっとさ、競合するかと思ったけど、唯一違うのはスピードレンジだね。スピードレンジっす。やっぱスピードレンジがカーブから発生させてるから、うん、
む。どんなで、僕ちょっと思ったのが違い、大きな違い、どんな速度でも気持ちいいカービングができる。どんな速度でも気持ちいい糸さばきができる。だから発生してる人種がやっぱ違うから、そうグラトリから行った人とカービングから来た人が同じところ目指した時に、いやこういうぜひあの全国の私みたいな世代の40代、はい、板さばきをこう疲れちゃうからちょっとっていう人に乗ってほしい。ドーピングするよ。もうやたら回数増える。そう、さばく回数。僕はやたらやたらたわませる数が増える。まあどこでも打ちたくなるよね。そう、どこでも打てんの、どこでも打てんの、本当に。あ、なんかバカとくんもそうやって言ってた。どこでも打てる、どこでも打てるし、あとやっぱセットフロントで最初乗るべき、あの初めて乗る人は。で、グラトリしてる人、カービングしたいんだったら最初にこれ乗るのがいいと思う。ゼンマイ、ゼンマイ、ゼンマイ、この形とかのバイアスにとらわれないで、で、セットフロント思いっきり入れて乗ってグラトリしてみる。いるからそこに多分ね、進む速度が最初からセットバックしちゃうと進みちゃって。そうなんですよ、このテールの高さにびっくりしてテロテロみんな行っちゃうと思うんですけど、でも最初僕低速グラトリしてたじゃないですか。で、ノーズを結構でかくしてるんで、ノーズの取り回しに意識してやったんですけど、これセットフロントしたらグラトリできんじゃねえか。生身が増すわこの。ちょっとムカついてきたもん。乗るんじゃなかったわ。住み分けはしよう、住み分けしましょう。なんかもうこれ以上お互いのところ入んないのがいい。長い手出すんじゃねえぞ。トゥインチップ出すんじゃねえぞ。すぐその協定は破られそうだよ。破、いや、まあお互い破ったらまた面白い。また面白い。また乗り越し、また乗り越し。じゃあちょっとすげえ長い動画になっちゃったかもしれないですけど、あの今回ね、もうモロの競合相手の板をプロモーションしてるね、2人で乗ってみました。で、一言言っていい？はい、一言言っていい？どうぞ。私ほらいろんな男乗ってきたじゃん。あ、はい、初めて、初めての男だ。初めてのタイプ。僕もまあまあ言ってもいろんなセットバックしてる板とかパウダーボードも持ってきましたけど、ここまでさばけるパウダーボードで、僕もさばけるパウダーボード欲しかったけど作るのやめた。作ろうと思ってたけどやめた。こういう彼氏欲しい。いや40代これ乗った方がいいよ。いや本当にモテるよ、多分ラントリ女子にモテると思う、これ乗ったら。いやていうかこれを使ってグラトリしてる人が増えてほしい。逆にこういう板でこれ終わらない、終わんない、終わんない、締めましょう。ただいま、レオさん長めだから。ありがとうございます。こいつは長えなって多分思ってると思う。うまく人が入らないように、入らないように。ありがとうございました。じゃあということでね、気になる方は試乗会とか多分この冬もあると思うんで、ぜひ乗ってみてください。で、DR 買った人は XX 買って、XX 買った人は DR 買うっていう。あ、そのシナジーすごいよね。相乗効果がすごい。ていうか、俺ならそうする。なんなら、もう今シーズン両方買う。預け越し。一本。これいい？いや、預け越し。お互いさ。いい？あ、でもちょっとこれ使えるかわかんない。ちょっと。これあの。ちょっと待って。分かった。相談しよう。相談しよう。メーカーさん。僕はもうあの、ね、自社なんで。相談しよう。はい。あ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ずっと語りたい、まだ語りたい。この後お好み焼き食いながら、あ、行こう。お互いに立ちて、お互いの男について語りません。もうあの沼田に来たらお好み焼き屋さんあるから、おいしいとこ。ホンダ、ホンダ行ってください。ホンダ行こう。この後ホンダ行こう。あと川場に来たらレオさんのパークスクール、もう入った方がいい。BR 乗ってても WX 乗ってても教えてくれっから。あともう一個だけ言っていいですか？追い取りうまくない。あのね、めっちゃ近くにいた。めっちゃ近くにいた。なんかもう超うめえじゃん。ドローン飛んでんのかなと。あのね、撮ってる角度が後ろだけじゃないんだ。前も横も全部撮ってくれてて、もう分かっとるわーみたいな。あの次から川場で撮影するときカメラマンとして雇って。だからその前ね、レオ君あんた気が利くからモテるでしょ。もうモテる。やだもう。モテる、モテるタイプ。カメラマン、カメラワーク上手い人モテる説。前も後ろも全方向だったら。いや本当すごかった。そこにいるのか。すごい。一体どこにいるんだ。さすがね。避けるし。これぞプロスノーボーダーです。なんでそんなレオさんのね、作りにもぜひ入ってみてください。エンディングだけで10分ぐらい喋って全部か今ね、ハッもうスノボの楽しんでとしか言えない。一周して今シーズンも、うん、みんな怪我のないように気をつけてください。あらっすオフショットラモさん、はい、乗ってるじゃないですか、うん、で、あーこれこんな簡単なことになんで気づかなかったんだ俺っていうのが見えてきて、はい、めっちゃイライラしないですか？ムカつく。ちょっとね、思いつかないことをやられてたりとかすると、わかるわ、わかるわ、気づかんかった、その理論って、あーってなる。だから若干さっきからなんかムカつくって思ってね。
まあでも勉強だわ。でさ、さっきりょうくんもさ、うん、その接地面の長さを取りながら言ってたじゃん。そう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 、やっぱりすごい、あの、おーあーなるほどねみたいな、ちょっと参考にしないといけないな。一番なんだろう、情報衛星のレオさんじゃないですか。いや楽しみだな。セッションズもレオさん作られてるんで、はいね、セッションズのいた。だから絶対その今日のさ、今日の情報中和した情報を集めた、一番いい味付けになってるやつが出てきたらやばいよ。セッションズに落とし込まれてそうで怖いな、これ。積み分けよ。自分のねテリトリーを、ね、うん、パークもね、だって移動手段としてはそうですね、まっすぐのパークって最近、うん、ほら、うん、単純にまっすぐって少ないから、そうですね、移動手段としてこう動くもんね、うん、いやだからさ、さっきもほらカメラのさ、カメラワークでさ、あーそう、だからそもそもフリーランの乱速がさ、うん、そう見てんの、だからそれ多分こっちからどうなってんだろうって見に行ってたと思う。なんかレオさん自分が見たかったことだ。カメラワークとかじゃないかも、もしかしたら自分が見たかったみたいな。そう、見たいんだろうなっていうね。こういうことだ、プロと滑るってね。もう撮るのをやめて遊びません、滑りましょう、ね、遊ぼう。もうパウダーまだ残ってるし ね、パウダー行ってきます。